皆さんこんにちは、海野和夫です。今日はニューギニアに住むメスアカモンキアゲアという蝶のお話です。アゲア蝶の仲間ですね。前を飛んでいるのがメスですね。メスがこの赤い模様があるのでメスアカモンキアゲアというふうに、名付けられています。これがメスです。これね、何かに擬態している、毒のある蝶に擬態しているんじゃないかと思うんですけども、これにそっくりな毒蝶というのはいないんですね。まあ、同じところに住むオナシベニモアギアが若干似ています。これオスがメスに求愛しています。普通ね、アゲア蝶の仲間っていうのは、メスがオスをに求愛されるとですね、オスがメスを飛び立たせて、そしてメスがその後をついていくというふうな行動をするのが普通なんですが、メスアカモンキアギアの場合にはこのようにオスがですねホバリングをするんですね。で、匂いをどうもね、メスに送っている、そんなふうな、感じがします。このように随分長くですね、オスがですねメスに執着してメスの周りでホバリングをします。このようにですね、広角レンズでこう撮るとジャングルの雰囲気が出てですね、臨場感のある動画になります。これはですね、魚眼コンバーターをつけた標準ズームレンズでこう撮っていますね。近づくとこんな風に大きく映って、そしてなおかつ向こうの林もわかるというので虫の目レンズのような効果があります。この後ですね、ずっと長くメスアカモンキアギアの動画を入れてあります。まあ、飽きてしまった方は途中でギブアップしていただいて結構です。